庭がありますよ。チャラーン。すごいいいお部屋で、ね、広いし、ルームツアーは編集していただいて別の動画でお風呂がついてますんで、はい、いやもうゆっくりしましょう。ご飯食べてお風呂もいっぱいあるしね。お部屋にもあるし、露天風呂もある。我らの庭。我らの庭。すごい。豪華だね。お風呂。お風呂行きまーす。ここにも一つなんか個室がある。ほら。わーすごい。リビング。今みたいな感じだね。ここでご飯食べれたな。そうね。でここが入り口でこっちがお風呂です。すごいね。はーい、やっほーみんな。やっほー。イエーイ。じゃあここはお風呂です。でで ん, でで ん, でん暗いでで ん, でで ん, でんチャラー。内湯。あ、どうやって行くの？あそこから出るの？違うでしょ、こっち。え、どうやって行くの？あ、あそこ開けるの？あそこ開けるの？これ濡れとる？あ、そこ濡れてない。ちょっとでも濡れてる。あ、濡れてる。ほら、だって落ちてる。あ、そこ開けるんじゃない？あそこから出てくんだ。すごい。じゃあ、後ほど。脱衣所ですね。で、ここがお風呂。で、内湯から、どうしよう、入るか。足だけね。よいしょ。内湯からの、わー、露天風呂、綺麗でしょ。結構広くて、まあ5人ぐらいは全然入れるかな。一応プライバシーのためにね、その子が下げられてますけれども、目の前にも旅館があります。こんな感じね。すごいね、もう朝最高だった。感じ。久々こんな旅館に来た。いいなあ。多い。ここも開くのかな。あ、これは開けても何もなかった。あったかい？あったかい。めっちゃ豪華だね。いいお部屋だね。お庭。おせんべい美味しいですか？美味しかった。このクッションじゃない、これがすごいモフモフなんだね。モフモフだね。こんなすごいな。美里のテレフォンクッション。
ニーショッピング見てください、このモフモフ具合、お尻を包み込むこの座布団さすがですね私これお尻を包み込むこんにちは、ゆきです。今回も動画ご覧いただきありがとうございます。旅館ツアーいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。お部屋についている個室露天風呂本当に最高でした。と私個人的には今までで温泉の泉質って下呂温泉がすごく好きだったんですけども、ここもすごくツルツルになりました。岩子温泉おすすめです。旅館の詳細などは概要欄に載っておりますので、またそちらからご覧いただけると嬉しいです。皆さんのおすすめの旅館、温泉なども教えていただけると嬉しいです。コメント待ってます。では次の動画では夕食の様子、朝食の様子、そして金沢市内観光などまた載せていけたらいいなと思います。見たよ、よかったよと思った方はいいねボタン押してもらえると励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。